日本サッカー協会は、JA、7日、アジアサッカー連盟 AFC が2024年に初開催する AFCE アジアカップ2023に向けたサッカー E 日本代表の3選手を発表した。AFCE アジアカップ2023は、アジアカップ史上初めて開催される AFC 公式の e スポーツイベントで、 来年開催される AFC アジアカップカタール2023の開催期間中の2月1日から5日にかけてカタールで開催予定となっている各国3名の代表選手がエントリーしグループステージ及び決勝トーナメントを行いアジアの頂点を決定する競技は株式会社コナミデジタルエンタテインメントの e フットボール登録商標シリーズプレイステーション登録商標5番を使用 試合は 2v2 の形式で行われ、優勝国には AFC アジアカップカタール2023と同様のメダルが授与。日本は AFC アジアカップカタール 2023TP 同様にグループ D でグループステージをインドネシア、ベトナム、イラクと対戦する。今回のサッカー E 日本代表には、11月18日土曜日、ニジャファハウスで開催した ジャファサッカー E 日本代表選抜大会2023を勝ち抜いた3名が選ばれ、レバ選手、佐竹選手、アックス選手が選出された。レバ選手、相原翼は23歳でデトネーションフォーカスミーという国内トップレベルのプロ E スポーツチームに所属。 アジア競技大会での優勝や全国都道府県対抗 e スポーツ選手権では2019年と2022年にオープンノブで優勝。第15回アイズフワールド e スポーツチャンピオンシップ準優勝や東アジア e スポーツチャンピオンシップ2022で優勝など経験と実績が豊富な選手だ。佐竹選手、佐竹慎一も23歳で、無所属。主な戦績はなく、 国際大会も初出場となる。アックス選手、橋木俊平は22歳で、こちらも無所属。2020年の全国都道府県対抗 e スポーツ選手権では準優勝。eG リーグ e フットボール登録商標2022シーズンは柏レイソルの選手として出場し準優勝を果たしている。記者会見には日本代表の森安はじめ監督がサプライズ登場し、 選手たちそれぞれの名前が入った日本代表ユニフォームをプレゼント。選手たちはまさか自分だと驚きの様子を見せていた。レバ選手は今回の代表選出について、この大会は今回初めてで代表選考会が発表されてから目標にしていました、と語り、直に嬉しい気持ちが強かったです、と喜びを語った。佐竹選手は代表決定戦の日は緊張しましたが、 とても嬉しく思いましたし、練習してくれた選手たちにも感謝しています。と、ここに選ばれるまでに協力してくれた選手たちへの感謝を口にした。アックス選手は、嬉しい気持ちがいっぱいです。と代表選出を語り、小さい頃から憧れた日本代表のユニフォームに e スポーツではありますが、袖を通せて嬉しいです。と、日本代表の一員になったことを喜んだ。